熊本地震本震からちょうど1年の平成29年4月16日、第19回阿蘇マルシェが阿蘇市小里の阿蘇草原保全活動センター駐車場で開催されました。熱気球搭乗体験のバルーンが上がる中、午前7時に阿蘇マルシェがスタート。オープニングでは佐藤義興阿蘇市長の挨拶の後、市長のホップステップジャンプの掛け声とともに復興を願うバルーンリリースが行われ、飲むヨーグルトが振る舞われました。今回の阿蘇マルシェは熊本地震から1年、これまでにたくさんの方々からいただいた声援や支援への感謝の気持ちを込めて開催され、各店舗ではありがとうの思いの詰まったサンキューセットが390円で販売されました。他にも旬の新鮮採れたて野菜や阿蘇の物産品などが販売され、行列のできる店舗も多く見られました。毎回大好評の内の巻の料理長たちで組織する内の巻料理維新の会の朝ごはんは、春の足音と題して、山菜やタケノコなど旬の食材を使った料理が先着200食500円で販売されました。またステージでは様々な催しが行われ、阿蘇市総合型地域スポーツクラブ日の山スポーツクラブのヒップホップダンス教室の生徒さんによるダンスや、宇土市の太鼓芸能集団ゆいの演奏があり、会場を盛り上げていました。他にもマルシェ参加店舗の新商品の試食会や、小学生以下限定の赤牛くんキャンディーのつかみ取り大会もありました。中でも盛り上がったのはスタンプラリー抽選会。会場で買い物をしてスタンプを3つ集めると参加できる抽選会では、各店舗から提供された豪華商品が当たるとあって、参加者は読み上げられる当選番号に一喜一憂していました。いつもは11時までの開催ですが、今回は13時半まで延長しての第19回阿蘇マルシェ。12時ごろには九十阿蘇エリアをスーパーカーやオールドカーが巡るイベント、チェントミリア過密への一行が阿蘇マルシェに集結。会場をひときわ沸かせていました。盛りだくさんの催しのあった第19回阿蘇マルシェ。次回は平成29年10月の開催を予定しています。